風邪薬、風邪薬、風邪薬が欲しいよ。でもきっとここからじゃないな。ベランダから行く感じじゃなさそう。なのでもう一度階段、あちちち、お前どこ行こうとしてる、どこ行こうとしてる。もう一回階段登って団地の部屋の方に、これこっち、どっちに行くんだい、どっち、ちょっと向き変えたい、向き変えたい、こう、こう向き、こう向きに、後ろにやっぱ進むんだね、このボートね。こう行こう、こう行こう、あ、いい、いい、いい、治った、治った、いいね、いいね、いいね。こう行って、これ上にさ、ボートの耐久力もあんだね。今んとこ全然減ってないけど、あの、火とかに行ったら多分、あ、こういう枝とかやばい、枝とかやばいよ、やばいやばいやばい、こう、ちゅ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 、こう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 。こう行ってだな。で、こう行ってだな。いいですよ、いいですよ。いい、いい具合。なんか向こうもなんか夕日が、夕日の方がすごい。あれよ、火事なのか夕日なのか、わからないけども。これ行って、でもこう、接岸できるとこが、もうあそこしかないから、で、ここの塔から離れてはいけない気がするから、ここからもう一回ちょっと行こう。接岸して、ボートを接岸しますよ。しまして、しましまして、降りて、で、こう、チラッと見て、カナエをチラッと見て、カナエをチラッと見て、で、ここはもう行けなくなってんだよね。行けなくなってるから、この上の階の住人いたよね。もうこっから動かんぞの人に、のところ行ってみるか。もうそこしか行くとこないんだよね。すげえ下向いてるじゃん。どうしたの下。そう、首どうしたのお前。お前、首はどうしたんだ。首。お前の首は、なんでそんな、お前の首はどうした、お前の首。首どうしたの？おい、ジン。首どうしたの？首。むち打ちっていうか、首どうしたん？ショックなのか？え、もしかして何かがどうかしてる？この首。首やばいよね。あ、ポーズじゃない。ポーズしかできない。なんか、お腹空いてんのかなと思ったけど、そういうことじゃないのか。ここは？選択肢に出る。何にも出なくなっちゃった。なんで何も出なくなっちゃった？おかしいぞ、おかしいぞ。これはおかしいぞ。ちょっとこの首が、あれ？これさ、何にも、あ、これポーズになっちゃう、ポーズになっちゃう。ポーズの、ポーズ、めっちゃポーズしちゃった。なんでどこにも行けないの？おかしくない？ちょっとおかしくないですか？ここも入れ、前を入れたのにな。こっち40なんちゃらもいけない。え、果たしてどこ、この首が曲がってるのが何かヒント？首が曲がってることがヒントになってる、これ。これ30。30の人、30の人もいけないでしょ？こう、首、多分この首がヒントだな。この首がヒント。ちょっと待って。あいつに話しかけろってことなのか？カナエに。か、この首はきっとそうだな。だって何にも出ないもんね、丸とか。この、多分そういうことだな。そういうことだろ、きっと。この人に話しかけ、あれ？話しかけもできない？え？嘘でしょ？え、どういうこと？ちょっと待って、どういうこと？ちょっと！おーい！おーい！え、わかんないんだけど、わかんないんだけど、ちょっと203の人も、20、あれ、いくつの人もダメ？もう全然ダメ？あれ？違うじゃん。入れたじゃん。普通に。あれ？これ丸でなくても入るの？入れるの？え、っていうことは、ちょっと待って。首がさ、あれ、この丸が出ないから入れないのかと思ったけど、今出なくても入れたね。ということは、
まあ、で4階に、でもここじゃないけど、もう4階に行くしかない。ああ、なんかきっとバグかな、バグってたかな。ここはでも相変わらず入れない。相変わらずここは入れないけど、4階の首、お前の首が気になんだよな。すげえ首が曲がっちゃってるもんな。もしかしてさ、怪我した？でもその確認も今、ポーズ。首よ、こっちだっけ、こっち入れ、あれこっち入れない、あれ入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 れ、ああ入れる入れる入れる、こっちは入れんのか。さっき出なかったよね絶対この丸。首がちょっと待って、首どうしたん、マジでマジでお前の首どうしたん。これもなんか何かの影響でこうなってる。その絶対動かんぞの人、絶対動かんぞの人本当に、あ、出ちゃった、絶対動かんぞの人本当に動いてない。あ、マジで動いてない、すげえ、お前マジで動いてないんだな、動けよ。同じ、あー地震なんざ怖くねえや、俺はここから動かないかな。そうですか、なんかヒントをください。でもこの人がいるってことは、なんかここにも何かあるんじゃないの？ねえ、ちょっと。ここ。この、でもこの隣ではないんだよな。この隣ではないんだよな。こっち行って、こっちの部屋は？あれ、こっちの部屋行ってない気が、あ、行ったか。こっちの部屋行ってなんか探したんだよね。なんか見つけたんだよね。キャップを見つけたのか。あ、燃えてる。あー、ちょっとこっからさ、隣の部屋に行けなかったんだっけ？行けなかったのか。だから、こう見て、あそこの、こっから見て、上側っていうか、向こう側の部屋でしょ？ここに、ここから、あ！よっしゃー！行けそうじゃない。行けそうか？ちょっと待って、行けそうか？これ。なんとかして向こうのベランダに行けないだろうか。なんか道具が必要か？窓の日差しに上がって向こう側へ行く。恐る恐る窓の日差しに上がって慎重に向こう側へたどり着く。これ何が違う？何が違う？慎重にか慎重じゃないか、恐る恐る行った方がいいよ絶対。何？恐る恐るは、恐る恐る、あ、恐る恐る行こう。そうそう、恐る恐る。揺れてる。ここで踏ん張らない方がいい。もう行っちゃった方がいい。あ、行けた。行けたよ。おー、そしてアイテム。何アイテム？お、雨雲コンパス。雨雲だね。雨雲、鼻のあたりから雷が出てるかな？よし。コンパスゲットして、ここが、ここで行き来しろってこと？察し。まあ、ここに入るのか？あれ？何丸号室？何丸号室だっけ？40何丸号室だっけ？ここかな？写真立て。206号室にいた母親と同年代の女性が写っている写真だ。ああ、ママ友。この部屋の住人は避難して、もう団地から出ているのだろうか。いないのか。いない？誰か。誰もいなそう？おーい！押し入れもいない？押し入れの。おーい！いませんか、押し入れには。あ、ランドセルがある。ああ、本当にママ友だ。団地のこういうね。ここに何かある。これが、きっと、風邪薬と見た。おー、あった！おー、かわいらしい。こういうのは、かわいい。なんだそのリアクションは。写真立てだけか。で、これを持ってまた行けばいいわけだな。よし。読みは合ってたけど、ドアが開かなかったんだな。よーし、行こうぜ。ここでまた慎重に、行けそうなベランダから行こう。405号室にまた行く。なんで？これ、恐る恐るじゃないやつとかあんの？日差しに上がって向こう側行く。普通に行こう。同じである。同じであるよ、これは。
よし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 、何事もない、何事もなかった。よし、これでここから行って下がればやっと行ける。お母さん、お母さん持ってきたよ。お母さんちょっとごめんね、ここ行き来してね、土足で土足で行き来するけどごめんね。絶対に動かない人もう話しかけない、同じことしか言わないし。首治ったちょっと待って、首治ったじゃん。さっきのあれ首どうしたんだよ。首治ったね、首治ってよかったよ。首がもうすごい状態になったから心配してたよ。これで世直し陣完全体です。首が変じゃない。おお、首治った、よかったわー。あの首何だったんだ、ずっとうなだれてる。もう変だったもんね、ちょっとゾンビ化するのかなって思ったもんね。思わないけど、そんなに思ってないけど、それはゾンビとかは思ってないけど。3階で、これもう1回下がって、よし、下がって下がって、はい、下がって下がって、これで、204だったよね。4、あ、204じゃない、206か。お、持ってきたよ、お母さん持ってきたから。お母さん持ってきたよ。こっちか。よしよし、これどうだい、どうだい、あ、どうでしたか。うん、ほれほれ飲め。本当にありがとうございます。なんとお礼を申し上げればよいか。お礼、でもこの建物も沈んでしまったらどうしよう。ああ、もっと早くに避難しておけばよかった。一緒に行こう。でもあの子と乗れっかな。乗れないか、さすがに。せめて朝まで沈まないといいですけど、よかったら泊まって、いいんですか、泊まっていくの。え、泊まっていってください。え、泊まるの。おう、うん、急展開、急展開というか、泊まってっていいの。何、泣いてる、どうした、誰、誰が泣いてる、今度、今度は誰が泣いてる。一緒に泣こうか、ともや。ああ、彼氏か、彼氏を思って泣いているのか。ああ、俺がいるじゃないか、マジで。選択肢です。ともやさんはきっとどこかで無事でいるよ。心配ばかりしてる、体に触るよ。きっと先にフェリーに乗って町から出たんだよ。ともやさんは無事なんじゃないと、ん、なんとなくだけど。勝手に死んだことにしたらともやさんに怒られるよこれ別に泣いてる理由が死んだから泣いてるとは限らないでしょ。っていうか、そうじゃないでしょ、会いたいからでしょ。この災害状況だと無事である可能性は低いだろうね。ひで、海外旅行が中止になったから悲しいのかいすげえ不謹慎なこと、不謹慎というか、もう空気読めない人だな。きっとかなえさんと結婚するのが怖くなって姿をくらましてるんだよ。ひで、僕のことは、あ、彼のことは忘れて僕と結婚しよう。今日はもう遅いから早く寝よう。でもさ、これはやっぱ心配して泣いてるから励ましてあげたいんだけど、励ましてあげたいんだけど、ともやって誰？ともやって誰？え？でもちゃんと聞いてないよね。ごめん。確かに。うん。地震ではぐれた私の婚約者よ。あー、彼氏というかもう婚約者だったか、ね、じゃあロッカーに入ってたの指輪ってことかな。ちょっとだけ話を聞いて。どうした、途中で寝てもいいから。聞くよ、そうすればちょっとはこっちに友也がね恋に落ちてくれる。この前私の誕生日に料理を作ってくれたの。おお、いろんな種類をすっごいたくさん。へえー、あんまり美味しくはなかったんだけど。もうそろそろ寝ていい？その話もうちょっとどうでもいいから、 もうそういう話はどうでもいいから。すごく嬉しかった。食べきれなくてほとんど智也が食べたけど。あ、そうなの。じゃあそろそろ寝ていい？ちょっと疲れたし。人に親切なのはいいんだけど、その話ちょっとあれだから、お人よしで面倒見がいいから、あんまり面白くないから、こっちとしては誰かを助けて、それで逃げ遅れてたりしないかなって。あ、もしかしたら誰かの身代わりになって殴られたのかな。そんないいやつなら。フェリー乗り場で待ち合わせたのも、ね、うん、智也の亡くなった恩師のご家族の用事を手伝いに行こうとしていたからなのよ。
あ、全然海外旅行じゃないじゃん。だからかな。ちょっと時間にルーズなの。約束の時間にはいつも遅れてくる。前にも映画を見に行った時に最終上映の開始後にやってきたのよ。信じられない、それはちょっと遅れるにも程がない。山西の大花火大会に行く約束も当日になってドタキャンするし。大丈夫、ちょっとそれは今回だってそうよ。取った方がいいよ。新婚旅行行こうってのに遅れてくるって何なの。あ、そうかそうか、怒ってる怒ってる。もうでもこのどこに行ったのよ、こんなに心配してるのに。こうでもこうなってるけど、あれでしょ、もう悲しさを紛らわせるために、寂しさを紛らわせるために。そうだよね、そうだよね。トモヤ、でもトモヤって誰、トモヤって誰。もうその話いい、もうその話いいかな。きっとまたトモヤさんに会えるよ。なんとかしてトモヤさんを探し出そう。明日のために今はとにかく眠ろう。僕には関係ない話だな。僕ならもっと美味しく料理を作ってあげられるけどな。へえ、何の映画を見たの。山め、多いな。山めしの花火大会か。行ってみたいな。トモヤなんて忘れて、僕、これちょいちょい出てくんね。僕と結婚しよう。金を慰めるため抱きしめようとする。気づいたら眠っていた。いや、もうちょっとなんかね、まあ寝た方がいいとは思うけど、何の映画見たの。へえ。それ。何の映画を見たの。こういう話の方がね、いいよ。絶対、そういうのがいいよ。恐怖のゲロゲロモンスター。なんちゅう映画じゃ、それ。彼がどうしてもって言うから、見に行ったのに。何、恐怖のゲロゲロ。それ、絶対面白くないでしょ。あなたには、逆に面白いのか。いろいろ助けてもらって、感謝してるのよ。あ、じゃあ、もうすぐ恋に落ちそう。ねえ。おやすみ。明日もよろしくねって言われた。任せろ。任せろ。トモヤにも合わせてやるよ。しょうがねえ。そういうことなら。泣くな。だから泣くな。こっちが泣きたい。ちょっともう、そんな、失恋、こっちは失恋してるからね。失恋した上にその人助けなきゃいけないからね。彼氏ともども。それ頑張るからね、でも。やるから、そういうの。そういうのできる子だから。恋を獲得したから、絶望の一日目。何急に何、ミミズが、部屋が傾いてる。何、ちょっと待って、部屋が傾いてるね。これは脱出しなきゃいけないけども。どっから脱出だ？どっから脱出だ？どっから脱出だ？こっちかな？こっちからしかないかな？ちょっと待って。脱出はいいけど、これ徐々に水来たりしてる？あの、親子は？親子行こう。親子、風はどうだい？ちょっと、突然水がこんなに。何？お願いです。私たちもボートに乗せてください。このぐらいの人数だったら乗れるでしょう。脱出しましょうと快諾。しぶしぶ了承。助けを呼んでしまいますから、待っててください。きっぱり断る。いやいや、もうこれはね、脱出しよう。もう快諾。もうみんなで逃げよう。みんなでそこでもう、暮らそう。そこで、未亡人ですか?そこで暮らそう、一緒に。4人で幸せな家庭を。もう僕、振られたんで、かなえに。何、それじゃあ急いで大切なものをまとめるので先に出て待っていてください。はい、マニュアル、おお、獲得。地震発生翌日の行動を手に入れた。よし。でも緊迫してる音楽だから、音楽が緊迫してるから、ちょっと子供、風どうだい、風の具合は。おい子供、小学生ぐらいの手が、うわー、お母さん、そうなるわな。よしよし、お前たちをみんな無事なところに連れてってやるけど、あの子、かなえ、かなえもお前も来いや。お前も来いわ、ちゃんと。かなえ、お前もここにいないで、おいで、こっちへおいで。話しかけれる？外へ出ましょう。出よう。やっぱこっちいいかな？こっちいいかな？あー、ちょ。焦るな。まあ、焦んなくても下手くそだけどね。あー、なに、こっちどういうことになっちゃった、これ。あ、出られた。よし。あ、でも、水がすごいね。あれ、親子、ちょっと、親子、お前ら冷静すぎだから。嘘。ちょっと。一緒に暮らすはずだったのに。
4人でまた新たに生活を始めようと思ったのに。え、あのお母さんと子供は？え、懸命に親子の姿を探す。水に潜って親子を助けようとする。ただただ打ちひしがれ絶句する。カナエに親子がどうなったのか聞く。わかんねえわ。カナエに聞いたってわかんねえ。同じとこにいただろう。ここにいても仕方ない。早く岸に向かおうと冷静に話す。自分が助かったことに、心底は安心する。いやーちょっと今でも多分うわって一緒に乗せてくださいじゃん。ちょっとさ、水に潜って助けれないの？ちょっと水に潜るなんて危ないわ。あ、止められた。え、行きたい。だってそれに今からじゃもう何、諦めたらそこで試合終了ですよ。え、雨も上がり、辺りは静けさに包まれて、うわ、なーん、ちょっと待って、これ、マジで無理？え、これマジで無理の？無理のやつ？こっち、だってここの下、今ここに多分いる、この下に沈んでんだもんね。え、これどこに、え、親子、マジで？え、ちょっとすごいショック。これいけないね、いけないね、ここね。ちょっと待って、どこに行ったらいいんだ？出るとはいえ、え、どこに、え、親子、ちょっと風治ったのに、風治ったのにさ、これどこに行けばいいんだ？こっちか？こっちに行けるとこあるか？こっちはいけないね、いけないね、いけないね。あー、ぶつかると何か嫌な予感がするから、こう向きを変えて、え、行けるとこある？これでも閉ざされてない？今の木のところ、やっぱりこっちも行けない。あ、ちょっとこっちにちょっと道が見えてる。こっちだな、こっちに行けそうだな。こっち行こう。あ、違う違う、行き過ぎ行き過ぎ。ちょっとゆっくりゆっくりゆっくり。こっちがここだな、ここを通る感じじゃない？行き過ぎなんだって。危ない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 、やばいやばい。ボートがボートのライフがあるから。本当？本当に親子？本当にあの家族は沈んじゃった？ちょっと悲しすぎるんだけど。そんな目の前で、そんなちょっと今回の大道具さんやりすぎてない？そこら辺はどう？そこのボート止まってくれ。なんで平泉聖、今平泉聖の声がしたよ。今の声はどこから？平泉聖じゃない？今のこっちだ、早く来てくれ。どこ？ちょっと待って、どこ？何かあったみたい、行ってみましょう。うん、行ってみたいけど、まあ、こっちには行くんだろうな、こっちには行くんだろうけど、でもこっちに接岸はできないんだよね。でもまあ、声のした方、こっちをこう、向いたから、こっちに行くしかないね。ちょっと平泉星大丈夫？絶対今の平泉星でしょ。こっちから行けるものなのか？行けるものなのだろうか。うん、あ、いた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 ！いた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 ！よかった。気づいてもらえないかと思った。気づくよ、そりゃ。その声特徴的だから。あんたら、そのボートを一体どこで手に入れたんだ？わかんない。自然にもらえた。ボートを手に入れるまでの成り行きや、この団地に来るまでの経緯をおじいさんに説明した。港も水没したのか。すさまじい地震だ。この先も油断できんな。それどころか、目の前の団地沈んだよ。おじいちゃん、お嬢ちゃんたちはこのままボートで北に向かうんだろう。一つ頼みがある。それは知らなかった。何？この団地は南から沈んでいっているようでな。このままだとここらも長く持たないと思う。うん。携帯電話で助けを呼びたいところなんだが、地震の後繋がらなくなってしまって。
ああそうだよね、携帯は繋がらなくなるよね。北にあるエニシダ団地駅にある非常電話で助けを呼んでほしいんだ。北にある西枝団地駅にある、非常電話で助けを呼ぶ。おお、ボートに乗ってるあんたらにしか頼めない。この通り。よし、わかる。この通りはどの通りだい？この通りっていうのはそれがあなたのこの通りかい？わかりました。非常電話を探して救助要請をしに行きます。ああしょうがないな、救助呼んできますよ。相応の報酬をもらえるな、救助を呼んであげてもいいですよ。かなえさんどうしようか。うん、かなえさんどうしようか。かなえさんどうしようか。きまい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 。私に聞くの？かなえ、かわいそうになってきた。かなえがじきもいわ。進むんだし、思った以上だったわ。ついでなら救助を呼んであげましょうよ。うん、そうだな、あった。救助を呼んでくれるかい？助かるよ。うん、あ、助ける助ける。エニシダ団地域にある非常電話を探してくれ。あ、はいはい、確かホームのどこかにあったと思う。わかった、あのヒントくれてありがとう。駅の場所は地図に付箋を貼っておいた。頼んだぞ。ちょいちょい付箋貼ってくれるね、みんな。ちょいちょい付箋貼ってくれる、ありがたいよ、ありがたい。じゃこのまま、まあ北へ、ちょっと待って、じゃあせっかくですか、地図を見ましょうか。今そこにいて、北へ行けと言ってた。北？これがシート周辺。南側。どこへ行ったらいいんだな。これは団地のあれでしょ？地図を貼っといてくれたやつは、あ、付箋はこれ？これが駅？これどうやって行く？とりあえずぐるーっと回って、見るか。ぐるーっと回って上の北へ行って、あそこへ行けるかどうかをちょっと行ってみようか。ね。よし。よし、行くよー。出発。えいこら、えいこら、えいこら、えいこら。よし、このまままっすぐ行って、ウィーンと行って、ぶつかんないよ、ぶつかんないよ。よしよし。あ、なんか出た、なんか出たから回収したい。なんか出たから。ちょっと、なんか出たから。なんか出たから、ちょっと、もうちょっと前。これは明らかに滑り台なんだけど、なんか今一瞬丸出なかった？そういうの気になっちゃうタイプだから。あれ出ない。あ、出た。滑り台。滑り台に、あ、これにも登れんの？接岸してみよう。うん。ここ降りたところで、ここどうすんのこれ。これどうすんのこれ。降りたところで、眺めれる。おーい、なんかここちょっと登れるだけ。これ何、ちょっと登れるだけのやつ、これね、登れるだけのやつだった。なんとかして岸にたどり着きたいわね。ごめん、ちょっと遊んじゃった。滑り台の上に乗ってみたかったんだ。これだけなの？アイテムもないの？特にここ。これでも絶対落ちたら死ぬよな。これ絶対落ちたら死にますよね。ボートに乗ろう。乗る。全然無駄な行動。やっぱ首がおかしくなった、首が。ちょいちょい首おかしくなる。よし。ただ接岸しただけだったね。あ、あれだね。カラーコーンっていうがあるところは接岸できる場所なんだ、きっと。これも滑り台にもあったね、今、カラーコーン。で、こっちだ。こっちに方向変えて、変えて、進んで、ちょっとこう方向変えて、あ、古本市場ある！古市！古市、ありがとうございます、古本市場。こう行っ
て。これ上がれるとこある？ここのカラーコーンのところはさ、確か接岸できるんじゃなかった？違う？これいけるんじゃない？これ、あ、やっぱ、あ、101号室なんかいけるから行ってみよう、せっかくだから。はい、ポートから入れる。よし、じゃあ今回ちょっと時間もいて、この辺で101号室につけたところで、でもちょっと待って、ここで終わろうと思ったけど、これただ降りれるだけだったんじゃない？なんだよ、ただ降りれるだけだったよ、ただ降りれる。あ、なになに、水没した、水没してんだ101は。この先はシートの101号室は部屋は水没している。ああそう。で、かなえは何と言う？何とかし、岸に、それしか言わない。じゃあ一応今回この辺にして、じゃあこのボートに乗って、乗って終わりにしますか。よし、ボートに乗ります。はい、ではまた次回お楽しみにしてください。ご視聴ありがとうございました。ゲームが上手になりたいな、いっぱいみんなに褒めてもらいたいから頑張って、コントローラーを握る。お母さんはいつも、あ、終わっちゃった、終わっちゃったよ。